そんなことはもういいっす。改めて自己紹介しましょうか。さっきは女の子に名乗らせようとして失礼しました。まずは僕からご挨拶を。三原聖介っす。よろしく。俺はクゼソーマだ。よろしくな。俺の名前はマナイトモキです。よろしくお願いします。小橋陽一郎だな。ああ、君がザクロちゃんすか。いやー、こんなに可愛い子だなんて感激っす。だが、なんだか頼りなさそうな女王だな。なんだ、聞かされていないのか。この城に俺たちを招いた奴が、お茶会の間は君をここの城主に据えたいそうだ。俺たちをここに招待してくれたスイートクラウンさんが、カシノさんを主賓にしたいんだって。僕たちゲストの中で一番にもてなされるべき人っす。それは招待してくれた本人に聞いてみないとわからないけど。貴様だけではなく、俺たちにも役割があるぞ。貴様が女王で、俺たちはオフレンダと呼ばれる貴様に付き従う者という設定らしい。詳しくは説明されてないですけど。でも君にならたとえ下僕として付き従えって言われてもオッケーしちゃうっすよ。あれ？反応薄い？そこまではまだ。俺たちもオフレンダだって言われたけど、特にそれ以上の説明はなかったんだ。でもとにかく主賓にはこの城の女王様になってもらう予定だって。